はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに、最強装備の素材の入手方法が分かっちゃいました。コメント皆さん、ありがとうございました。簡単だったね。道具の、これ、討伐依頼書。これで、最強装備の素材が入手できるっていうことなんですよね。で、俺もいくつか持ってました。こういうやつですね。報酬のところ見てください。虹色のオーブ2個ですね。この虹色のオーブは最強装備の素材です。あとはね、こういうやつ。黄金の飾り片手剣。この黄金の飾りなんとかっていうのも絶対必要だったんだよね。それが、この討伐依頼書で入手できました。ようやくわかりました。ありがとうございます。で、使い方なんだけども、町の入り口ですね。町の入り口の甲冑を着た人がいるので、その人に話しかけてください。そうすると、討伐依頼を行うことができます。俺はちなみに昨日討伐依頼を出しておきました。話してみましょう。帰還してるぞ。報酬を受け取ってくれ。この討伐依頼は失敗することはないみたいですね。必ず成功するみたいです。報酬。来ました。虹色のオーブ2個ゲットです。やったー。ありがとうございます。で、また、討伐依頼、向かわせようと思います。虹色のオーブが入手できましたので、片手剣が欲しいので、とりあえずね、これですね。行ってくれ。頼むよ。はい。別に討伐隊のレベルとかは、関係ないみたいですね。なので、レベルが低いうちから、もうドラクエ始めてすぐぐらいの頃から、討伐隊はどんどん出していった方が良さそうですね。俺は全然出してなかったんだけども。ちょっと待って、またか！所要時間、見てください。18時間です。これなんかうまくいけば、12時間とかもあるらしいんだけども、今回も18時間ですね。今回入手した虹のオーブ、あれもね、18時間かかったんですよ。これ最強装備作るのめちゃくちゃ時間かかるぞ。18時間、わかりました。行ってきてください。ありがとう。18時間後ですね。で、あとはもうひたすら待つだけです。ひたすら待つだけ。で、この道具のね、討伐書に、人面鳥を8匹やっつけてくれとか、大木槌を2匹とかさ、インキュバスを7匹、ドラキーマ9匹とか書いてあるんで、俺がもうサクッと倒してきちゃおうと思って倒しに行ったんですよ。でも自分が倒しても意味なかったですね。うん、自分が倒さずに、討伐隊に行かせるしかもう方法はないみたいです。なので、おとなしく待ちましょう。もうとにかく時間がかかるね。で、ちなみに俺の ID っていうのを作っとこうと思います。フレンドの登録ですね。まだ登録してない人は、登録をしておいてください。自分も登録か。はい。じゃあ俺はね、どうしようかな。じゃあ、黄金の飾り、まあ、片手剣使う人が多いだろうからね。これでいきます。黄金の片手剣の依頼書、これで登録をしたいと思います。これが、俺の ID ですね。黄金の片手剣まだゲットしてないよっていう人は、登録をしてください。お願いします。で、これ、あれかな？アイテムって変えれるのかな？まあ、変えれるのであれば、途中途中、アイテム変えていこうと思うので、まあ、それも、よろしくお願いします。まあ、これが、
登録の呪文ですね。はい。まあ、あとで、ここストップして、入力したりしてください。お願いします。はい。あ、もう確認終わったよ。はい、大丈夫です。はい。で、ちなみにこのね、フレンドの今の復活の呪文みたいなやつ、あれは、攻略サイトの掲示板とかにいっぱい載ってるので、そこで欲しい装備とかを探して、で、呪文を入力するようにするといいですね。俺も攻略サイトを見て、入力しました。はい、ということで、今日はね、最強装備の素材入手方法分かりましたので、報告でした。道具の、これ、討伐依頼書ですね。これで、入手することができます。使う場所は町の入り口ですね。甲冑を着た人がいるので、この人に話しかけてください。そうすると、何時間で終わるよっていうことで教えてくれるので、はい、やってください。ただ、長いです。今回俺は18時間かかっております。もしかするとだよ、もしかすると、俺、プレステ版なのよ。スイッチ版とかだったら、時間を変えれるでしょ。プレステも変えれるのかな？プレイ時間じゃなくって、今現在の時刻を変えれるんですよね。それで、ちょっと早送りするとか、一日先に送るとか、すると、もらえたりするのかな？とんでもない裏技だけどね、できたら。でも、他のゲームだったら、それやるとペナルティが来たりとか、そういうのもあるんだよね。なので、ちょっと怖いところではあるんですけども、もしかすると、時間の早送りで、アイテム入手ができるかもしれません。まだ、試してないですけどね。はい。まあ、やるときには、まあ、ペナルティ食らう覚悟でやってみてください。もしかすると成功するかもしれません。はい。ということで、あまりおすすめはしないですけどね。はい。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。